怒涛の TGS ラッシュだったな、マジ疲れた。俺久しぶりに20時間ぐらい寝たわ、帰ってきてから。てかね、もうちょいね、なんか俺ブース回りたかったんだけどね、時間なさすぎだったわ。ブース回るような、 TGS ゼータブースにいる俺見えた？基本ゼータブースだったからね、控室がゼータブースだったからな。やべ、あれ動物園だろマジで。昼飯とかもさ、飯とか食ってたんだけどさ、周りから普通に見えるからさ、もうほんと動物園みたいになってたよ、あの檻の中の動物。いや、そうなんかね、俺コスプレイヤーとかカルビのパネルとか見に行こうとしたんだけど、物販ブースだったらしいよな、俺が行きたかった場所が。で、物販ブースめっちゃ人が多いみたいな感じだったから行かなかったわ。ハセンさんの特集の時、いや俺ちょっとファンミ、そう謝りたかった、すいません、ミーグリ来てくれた方遅れてすいませんでした。でもあれは言い訳させてほしい、お礼じゃない、タバコ行っても大丈夫です、全然間に合いますって言われたから行ったんですけど、普通に、遅れました、申し訳ないです。マネージャーのせいってことだよ。そうだよ、そのまんまの意味だよ。俺は悪くない、だって俺確認したもん、これ大丈夫行ってって。やばかったら行かないよ、大丈夫です行きましょう今ですとか言って普通に遅れた。まあでもね、マネージャーマジでね、今回思ったわ、マネージャー絶対やばい、絶対大変。いやでもね、ほんと俺は責められねえよ、あんな大変な感じ見てたら、みんなヘトヘトだったと思うよ。いや物販はねもう無理だったよ。まあけどお目当ての FF グッズはちゃんとマネージャーが買ってきてくれたから問題ないね、物販系は。まあ、自分で強いて言えば自分でちょっと見に行きたかったなぐらい。あとポスター欲しかったけど、ポスター秒で売り切れたらしいんよな。いやそう、てかライブの時も痛感したけど、 FF のコンテンツやべえな、あのね、人の量尋常じゃない、どっちも。物販の方は俺見てないけど、同じフローだったので、ゼータブースとゼータブースの対角ぐらいに FF14 のブースがあって行ったんだけど、やべえあれ、人の多さやばい。しかもさ、なんかね、デップも FF やってるらしくて、3日目かデップがいたの。俺が FF のグッズ持ってたら、え一緒やろうよみたいな言ってきたよ、デップが。結構やってるっぽいね、ストーリーはやってないけど。でしかも俺聞いてなかったんだけど、あれでしょ、河川さんのトークショーかなんかの時に次いつやるか言ってたんでしょ。予定が取れれば10月のケツの方かな、河川コン終わった後か、まあ、11月頭でやんのがナイツとニーズヘクと、もう一体俺分かんなかった、セフィロト分かんねえな、出てきてねえな、まだ。まあ一緒よ、前回とかかる日数によってどこまでやるかみたいな感じで決めんじゃないかな。てかカルビ CR 入ってなかった？TGS の帰り社会金の車乗ってたんだけど、 俺らそこで知ったもん、なんかカルビ CR 入ってねみたいな。いやおめでたいけどな、おめでてえけど俺はちょっとなんか違うな、俺はカルビは入ってほしくなかったな、チーム。いやおめでたいけどね、俺はカルビはそのままでいてほしかった。いや何かしでかすカルビが好きなんだよ俺は。でも自由にやらせると思うけどね、そのやっぱ良さを分かってるだろうし。けどやっぱチームってね、いやまあチームか、まあ、動きやすくはなるだろうな、いろんなイベントとかのチームに入った方が。いや俺は応援してるよ、どんな選択をしようか応援してるけど、いやー入るかーってなったね。うー入ったのかー、マジかーってなった。これが厄介オタクなんよ。まあ、融通聞くよね、チーム入ってる方がね、やってもらえるし、いろいろ。いやあいつ愛されてるよ。俺も最初バルのコーチした時マジでムカついてたもん。まあ今だから話すけど、こんなやべえだろこいつって、もうマジでムカついてた。でもね、不思議なもんでな、教えてるうちにあのけなげさにやられるんだよな、マジで可愛くなってくんだよ。そうあのね、なんだろうな、わざとやってるわけじゃないし、まあ、一生懸命やってるのが伝わってくるからね、可愛くなってくんだよな、できなくても。俺もね今でも忘れらんないんだよ、
ヘイブンのシーロンであのジャンピして乳酸が溜まって体出しすぎちゃって抜かれちゃったカルビー、あれもねなんか泣きそうになったんだよな。あれ見た時ジャンピ1分間ぐらいずっとしてて乳酸溜まっちゃって足に抜かれちゃってあーとか言ったやつ、あれはね俺でも一生忘れないね。コーチング結構したけどやっぱあれが印象深いわ。ヘイブン A にグワーってもうラッシュみたいなアクションかかってんのにCロンずっとジャンピしてたカルビとかね可愛く見えてくるよね。ああいうのがあったら最速バーガーの時かなあれは。はいの返事の時がいいよ。褒めたらはいっていう返事が好きなんよ。カルビよはいこの返事するんだよ。褒めた時はだからこそちょっと俺は個人が良かったなっていう気持ち。まあ何が変わるわけでもないと思うけどな、チーム入って。あそうだちょっとすいませんね、バロの話してアプリ出たからさ暇な人やってみてよ、おもろいらしいから。俺と Q さんがこうやってしためちゃくちゃな種類の声を入れてどれが使われてるかわからん。そい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 って言われた。そう俺入れたんだよね。そい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 ってなんかちゃんとしたあの声当てする、なんだろうな、よくみんながイメージする映画とかのさ当てれこするような部屋わかる、あの別室とディレクターさんとかがいる感じのああいうとこでちゃんと収録したから。あそれか、まあ行くか、コツコツ貯めねえと金を。アスレはちょっと乗り気になんねえけどまあいいや。まあアスレやったらさ、だからレンチャンでもうその時間来てんだよな。これ終わってる、このアスレ終わってる。アスレやでで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 、ねてってらてってん、でてってらてってん、てってれれれれれれってってん、でてってらてってん。あ、でもここ簡単だな、このマップ。はぁ、怖え！あぁ！あぁ！あぁ！この後よ。え、もうゴールやん。簡単で草。あぶね。あ！こっからなら。はい、オッケー。余裕でしたね。来た。来い。アイスピックスメルト。来い。親戚じゃお前じゃないんだよな。てか魚の種類めっちゃ多いなこの感じ。え What？ やばい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 、うーわ、赤色釣りた。俺赤色釣ったことあんのかな。いい感じに時間潰せるもの見つけちまった。5時間釣ったけど俺全然埋まってなくて驚愕したんだよね。ここ今度もう半分も埋まってない。1ページのどんだけ多い。明日もまた釣りです。